どうもこんにちは。今回はですね、ちょっと行きたいところがあって車を走らせてるんですが、先日ですね、ミカさんっていう方から、山口県にね、旅行に来るので何かいいところありませんかっていうようなお話を、DM でいただきました。いただいてですね、山口県どっかいいとこあるかなと思って調べてたらですね、大三島というところが、ありました。で、大三島というところなんですけども、なんかね、行ったことあるようなないようなっていう感じなんですが、でその大三島っていうのをですね、調べてると景色がすごい良さそうでした。なので、こういうところがありますよっていうのをですね、まあ、ご紹介できたらいいなと思いまして、今日はですね、大三島に行ってみたいなと思ってます。雨が降りそうで怖いんですが、まあ、ちょっと行ってみましょう。車を運転し始めてですね、大体1時間弱ぐらい経ちましたが、目的地まではですね、大体3時間半ぐらいだったので、あと2時間弱ぐらいは運転しないといけないなという感じです。でもやっぱあれですね、長距離ドライブってのは楽しいですね。やっぱこういう自然の中走るのも気持ちいいし、やっぱり外に出ると、うわ、もう夏だなって感じがしますね。多分セミとかも鳴いてるんじゃないでしょうか。今回はですね、僕が使ってるアクションカメラ、インスタ3601R でまたお届けしたいんですけども、このアクションカメラね、ちょっと欠点があります。まあ、このアクションカメラに限らず、アクションカメラ全般で、言えることだと思うんですけども、マイクがね、やっぱり弱い。このインスタ3601R は、バージョンアップを重ねるごとにですね、ちょっとずつ良くなっていってはいます。良くなってはいるんですが、まあ、一番いい方法としては、Bluetooth マイクを使うっていうのが一番いい方法なのかなというのが結論です。まあ、なんでね、そうなのかというとですね、このインスタ3601R は、外部端子がありまして、それがですね、Type C の端子なんですけども、外部マイク使えるんだけど、マイクを使ってる間は充電できないという欠点がありまして、なんかちょっとそれ微妙だなと思ってました。Bluetooth マイクはじゃあ何がいいのかということで、調べてたらですね、このスマートマイクプロに行き当たったんですけども、今お聞きいただいている音声がスマートマイクプロで録音した音声になります。じゃあ元々の、ね、内蔵マイクはどんな音だったのよという話になると思いますので、内蔵マイクで録音した音がこちらです。ただいまですね、内蔵マイクで録音してます。インスタ3601R の内蔵マイクで録音するとこんな感じの音声になります。ちょっとクリアさに欠けるかなという感じがするんじゃないでしょうか。はい、こちらはですね、スマートマイクプロで録音した音声になります。内蔵マイクと比べてですね、結構クリアなのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。で、一番の特徴としてはですね、路面音とか、車の音って言ったらいいのかな、環境音を拾いにくくなってるんじゃないかなと思います。これはですね、アプリの方で録音してるんですけども、そのアプリの中でですね、ノイズリダクションっていうのがありまして、それでノイズを消してるという感じです。ちょっとね、一手間かかるんですよ、これでやると。まあ、どういう手間がかかるかというとですね、まず最初に、映像と音声ですね、こちらをインスタ3601R で撮ります。で、編集ソフトに入れてですね、それにですね、このスマートマイクプロの音声を重ねるという感じになるので、まあ、ちょっと手間はね、かかります。手間はかかるんだけど、もう聞いてすぐわかるぐらいのね、音声の違いがあると思うので、これをね、まあ、めんどくさがらずにやる価値は十分あるんじゃないかなと思います。特にこういったね、トンネルとかに入ると、音声っていうのがね、よく聞こえなくなってしまうっていうような事態が発生してたんですが、スマートマイクプラスであれば、問題なくですね、多分聞こえるんじゃないかなと思います。特にこういったね、トンネルとかに入ると、音声っていうのがね、よく聞こえなくなってしまうっていうような事態が発生してたんですが、スマートマイクプラスであれば、問題なくですね、多分聞こえるんじゃないかなと思います。で、このね、スマートマイクプラスのね、面白いところは、アプリで録音できるんですけども、録音モードと録画モードっていうのがあります。スマホのカメラを利用してですね、録画と録音同時にすることもできるので、例えばですね、iPhone とか Android とか、それ1個で動画を撮ってるというような方にはですね、このマイクちょっと高いですけど、結構おすすめできるんじゃないかなと思います。
まあ、ピンマイクなんでこんな感じで胸元につけとけばいいのかなっていうのと、あとこれにねウィンドジャマーが本来ついてるんですが、そのウィンドジャマーつけとけば、外でもですね、風切り音その辺も、軽減することができます。風切り音に対してはほぼ入らないんじゃないかな。まあ、その辺はですね、以前僕が島並海道に行った動画ですね、島並海道で、自転車を漕いだんですけども、それに関してはですね、録音はすべてこのスマートマイクプラス、これで行ってました。で、さすがにね、自転車漕ぐと、風切り音ってのはすごいもんなんですけども、その動画を見ていただく限りですね、風切り音ってあんま感じないんじゃないかなと思います。風はビンビン吹いてましたけどね。でもやっぱりウィンドジャマーの力があるので、その風切り音はね、かなり軽減されてたんじゃないかなと思います。よし、また自転車専用道路出てきました。自転車専用というか、あと原付か。原付と自転車専用の道路です。左方向です。続いて右方向です。次の定期船は14時40分です。大木島一周コースでございます。ご乗船のお客様は乗船券をお買い求めの上、もうしばらくお待ちくださいませ。お待たせいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。さあ、本日のね、最初の食事なんですが、サワラメンチカツバーガーというのを買ってきました。いいんじゃないでしょうか。いい感じにできてますよ。これをね、コーラと一緒にちょっといただきたいなと思います。いただきます。普通の魚と違ってしっかり旨味がある感じですね。美味しい。なんかね、ちゃんと魚なんだけど、あのメンチカツ食べた時のね、こう鼻に抜けていく香りというか、そういうのがね、ちゃんとあります。ほんとメンチカツって感じ。でもこれ美味しかった。これはね、ちょっとおすすめできる感じでした。ごちそうさまでした。さあ、ここからはですね、ちょっとキャンプ場に行ってみたいなと思います。大見島っていうのかな、にはですね、キャンプ場が、あるみたいなんですが、そこもね、景色良さそうだったんですよね。だからちょっと見てみたいので、まずそこに行ってみようと思います。
過ぎちゃった。これが管理棟かな。なんか管理棟っぽいような気がしますけども、ペットの持ち込みは禁止。あ、受付だ、やっぱ。聞いてみよう。ちょっとね、見学させてもらえるか聞いてみましょう。ちょっと誰もいないんで、電話でもして聞いてみましょうかね。あ、すいません。キャンプ場を見学したくてお電話したんですけども、今管理棟にいるんですけど、誰もいなかったんで、ちょっと一回お電話したんですよ。今ね、見学してもいいっていうお許しが出たんで、ちょっと行ってみたいなと思います。7番と8番がね、僕はね、結構いいんじゃないかなと思ってます。じゃちょっと行ってみましょう。はい、7番、8番どこだ？こんな感じのとこなんですけども、ロック？もうちょい先かな。トンビがいっぱい飛んでるな。景色いいなぁ。あ、さすがに人がいるのか。ちょっとですね、残念ながら、7番のサイトはですね、今日いる一組の方、その一組の方が使われてました。やっぱ人気なんでしょうね。で、その隣の8番の写真がこんな感じです。下はね、日本海ですよ。日本海を、高いところから見下ろしながら、キャンプができると。いうことで、これ夕方とか朝方とかめちゃめちゃ綺麗でしょうね。いや、ここはね、いつか来たいキャンプ場の一つだなと思います。また来よう。いや、ちょいちょいですね、日暮らしの鳴き声が聞こえるようになってきました。もうそんな季節かって感じですけどね。そしてね、わかるでしょうか、向こうの空がかなりやばい。絶対雨が降ってるやつですね。急にね、なんかもうゲリラ豪雨みたいな感じで降ってくるんで、本当はね、今日とかもキャンプ行こうかなっていう気持ちはあったんですよ。だけど、ゲリラ豪雨とかになって、えらいことになったらもう帰るのも大変だしなっていうのがあって、今の時期は本当ね難しいですよね。油断してると大変なことになるから、ぜひですね、皆さんもお気をつけいただければなと思ってます。あとね、一応ね、今日車中泊の準備はしてきたんですよ。まあ遅くなったらいけないかなと思って、まあ僕とかは撮影とかもするから、まあ撮影しないといけないっていうのはあるんですけど、なんかそのために車中泊するのも嫌だなっていうのがあったりして、まあ、前にね、車中泊の旅ってやりましたけど、まあそんな感じで、なんて言うんだろうな、目的じゃなくて手段の場合は車中泊も楽しいんですけど、なんかそういう日があってもいいじゃないですか。結構、男ってそういうとこあると思うんですけど、だけど、なんかね、いまいち目的になっちゃってると、あんまテンションが上がらないというか、そんなに、別に無理してやることなくないみたいな感じになっちゃうんですよね。まあキャンプはね、もともと目的だったりとかするんで、目的のキャンプも全然好きなんですけど、この夏まだ一回もキャンプ行ってませんからね、まあ、ちょっとぜひ行きたいなっていうのがあったりもしますし、でそのワンティグレスさんからもらったですね、インナーテントもですね、試したは試したんですけど、実際にというか、まだ宿泊はねしてないんですよ。宿泊してないので、一回ね、あれで泊まりたいですよね。まあ何も問題ないと思うんですけど、まあキャンプ始めてですね、3年か、もうちょっとかな、経ったと思うんですけど、ようやくですね、なんかこう自分の形というか、スタイルというか、そういうのがなんか、定着したというか、
自分の中でね固まったなって感じがするんですよね。だからその初心者の時に、初心者の時にというか、あのゼロから始めて、なんていうんだろうな、スタイルがどんどん変わっていくもんだと思うんですよね。キャンプってなんかいろんなもの使いたくなっちゃうし、でそういう使いたくなっていく中で、この形になりましたみたいな動画も撮りたいんで、なんかこうね、キャンプ始めて間もない方とかの参考になるかなと思ったりするんで、まあ実際キャンプはやりたいんですよね。だけどゲリラ豪雨が怖くてやってないっていう感じですね。いやー、しかし前のツイッターがバズったやつは参ったな。なんかもう通知見ても見てもその通知しか来ないから、なんだろう、なんか新しいこともつぶやけないし、なんかバズったからっていいことあるかって言ったら別にいいことないしっていう感じで、まあまあいろんなね人が見てくれたのは嬉しいんですけどね。いやー、でもいい経験だったかな、あれは。いい経験になったし、後ろからめっちゃ煽られてる。煽ってもスピードは上げませんよ。残念だけど。未だに煽るやついますよね。今まさに煽られてますけど、何なんだろうな。なんか事故のニュースとか見てないんですかね、こういう人って。おぉ、煽る煽る。360度カメラつけてくれよかったな。そしたらめっちゃ煽られてるのが見えるんですけどね。まあいいや、ここで止まってあげましょう。赤信号やんけ。はい、ちょうどですね、帰り道に、小鳥の森キャンプ場を通ったので、ちょっと寄ってみようかなと思います。全くアポなしなんですけど、お客さんいるのかな、管理人さんもいるかどうかちょっとわからないんですが、まあせっかくね帰り道なんで、久しぶりですからね、寄ってみましょうか。小鳥の森キャンプ場はね、あの僕の家からだいたい1時間半ぐらいかかるんですよ。まああのホームにさせてもらってるんですが、結構ね時間かかっちゃうんで、まあなかなかすぐ来れるという距離ではなかったりするんですけども、まあさすがにね土平日なんで、まあ誰もいない気もしますけど、まあちょっとね様子を見るだけ見に行ってみましょう。まあお客さんいないならいないで、管理人さんと話して帰ったらいいかなと思ったりします。いいっすね、この日暮らしの音。いきなりこんな時間に来たらびっくりするでしょうね、管理人さんも。今日はマジで誰もいない。こんにちは。カフェにさんがいました。こんにちは。子供が休みだったらあれなんですけどね、連れてくるんですけど。なんですかこれ。ああ、ありがとうございます。こう空を見ながら水風呂いいじゃないですか。いや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 、おお、こんな感じですね。ああ、
ね、見えないですよね。やっぱあのキャンプ場に来るお客さんって9対1ぐらいで男の人ですか？多いですよね絶対。だからもうこれぐらいやっとけば、はい、まあなんなら夜ならいらないっちゃいらないかったりしますもんね、見えない。へえ、すいません、ありがとうございました。また来週、はい、来週来ますんで、はい、じゃあありがとうございました。どうも。いやーすごい久しぶりに来たけど、今日キャンプ道具持ってくればよかったな。キャンプ道具持ってきたら缶ソロでしたね。ただ来週もですね、缶ソロできる日があるってことだったんで、来週来よう。